スベン・フィッシャーは、東ドイツ、ズール県首マルカルデン出身の元バヤアスロン選手。1990年代初めから2007年まで、国際大会で活躍した。元レイジのギタリストのスベン・フィッシャーとは、同姓同名の別人。フィッシャーの優れた、運動能力は、BSG、ワークズーフコンビネットスポーツクラブで、週3回のトレーニングを始めた3年生の頃から、発揮され、 5年生の時には同学年での地区チャンピオンとなった。1983年9月に彼は奨学金を得て、キンダー、ウンとジャガンドスポートシュル期宿学校に入った。1989年にはスポーツ教師となるため教育軍に入隊した。1990年のドイツ再統一の際には軍を離れることを余儀なくされた。1989年にフィッシャーは、 成長による両膝痛に悩まされ、選手生命も危ぶまれたが1990年に復帰するとその才能が開花した。1990年12月、ホフホフィル戦で行われたヨーロッパカップのスプリント種目で優勝して注目された。1993年のバイアスロン世界選手権に初代表となり、チームで金、リレーで銅メダルを獲得して、 以来世界選手権では、金7個、銀6個、銅7個のメダルを獲得。冬季オリンピックへは1994年、リレハンメルオリンピックから4大会連続して、出場、通算金4個、銀2個、銅2個のメダルを獲得した。 バイアスロンワールドカップでは1996から1997シーズンと1998から1999シーズンの2度総合優勝を達成。他に総合2位2度、総合3位4度。また、ホルメンコーレンスキー大会では通算8勝を挙げている。2006から2007シーズンを最後に現役を引退した。ありがとうございます。